ちは。こんにちは。お疲れ様です。こんにちは。昨日の浴衣が可愛すぎた。嬉しい。昨日は楽しかった。まずさ、浴衣を着れるっていうのがね、嬉しかったですね。浴衣、こんにちは。劇場、浴衣着て劇場立つってこと本当になかったから、変な感じ変な感じでしたね。鼻メガネ似合いすぎ。絶対嘘。本当にキモかったあれ。あとあと DMM 見てみたらめっちゃキモくてウケました。こんにちは。ジャストフィット、嘘つけ、本当に嫌だった。本当に嫌だった。こんにちは。味方の彦ちゃん可愛すぎてずっと見てました。嬉しい、ありがとう。恥ずかしい。みんなどっちの浴衣推しですか？結構なんかインスタの方でもアンケート取ったんだけど、めちゃめちゃ半々で結構意見分かれてて、偏りがないというか、結構半々でしたね。フィンボースターありがとうございます。まあでもやっぱりひなのイメージ的に赤があるのかなっていう。こんにちは。そうそう、ね、今ね、今どうなってる？
あーでも今49%と 50% で、あの赤じゃない方が勝ってる赤じゃない方が勝ってますね。でも本当になんか越したり越されたりみたいな、結構本当にがっつり半々で、そうなんか確認するたびに赤が勝ってたりみたいな、本当に結構意見が半々に分かれてる感じです嬉しい。こんにちは。赤いギフト、ハートありがとうございます。絵しりとりの絵上手、本当に本当ですか。もうなんか頭が悪すぎてさ、その絵が何かが分かった ところで次何描こうっていう、なんかその例えばスだったら、スから始まる言葉が思いつかなくて、あの絵の問題の前に頭の悪さがとても悲しかったです出てこないんよその言葉が。こんにちは。そうそう、頭の悪さが目立ちましたねこんにちは。タコありがとうございます。ハートありがとうございます。カメラに向かって可愛くやるセリフもよくいいな。あれ本当にさ、ああいうのデッキレすぎてさ、本番前めっちゃ読んでたいやもう最近なんかちょっとでも嫌って思うとさ、もう本当に病んじゃって、まあそうマジで楽屋で病みすぎておかしくなるかと思っためっちゃ病んでた楽屋で、マジでやりたくないって、もう真面目にめっちゃノリノリだったわけじゃないですよ。やらなきゃいけないからやっただけです、はいマジでノリノリとか言わないでほしい。マジでやりたくなかった、死ぬかと思ったそうもう本番ギリギリまで、もうやることねえしとか思って、めっちゃなんかもう何すればいいの、やだとか言って泣きそうになったねえこんなんしなきゃいけないんだよとか言ってもう最近なんかもうね、イライラすると口悪くなるからそうまあなんかノリノリとか言われても困ります、全然ノリノリじゃないんでやらなきゃいけないからやっただけで、そう一応ねお仕事だからそう一応お仕事だから、やっぱり仕事とそういうの区別はねちゃんとしないといけないということで頑張りました。そうマジで病んだ、もう死ぬかと思った、結構楽屋で病み倒してました。なんでそんなことしなきゃいけないのって思って本当に悲しかったです。こんにちは。まあアイドルですからね、もうゼルフとかがあるのは、まあ、分かってるんですけど、やりたくないですね本当に
病み倒します。おしゃべり会とかでもゼルフ頼まれるのも嫌だったりする。それはまあもちろんやらなくていいならやりたくないですよ。それはもう誰だってそうじゃない。どんなにアイドルな方でも萌えゼリフやりたいとは思わないでしょ。ではまあやらなきゃいけない、アイドルだからそこはまあはは って言って、やだって言って終わらせるか、まあ、まあ言うかってなるか。好きでやってる人は絶対いないでしょ、萌えゼリフ。まあそれはそうだと思うけど。もうマジで萌えゼリフはもうめちゃめちゃ嫌い私。昨日本当に病んだもん、マジ楽屋で。もうやだ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 って言って、萌えゼリフやりたくないからネタに走ろうとか思ったけど、でもひなはネタに走る側のタイプの人間、なんていうの、ステージ上ではネタに走る系のタイプの人間じゃないから、いやそれもうダメだってなって、どうしようどうしようってなった結果、そう、なんか楽屋とかではまあ結構なんか変なことばっかしてるけど、ステージ上ではそういうタイプじゃないので、私はまあみんな知ってる通り。そうだから、ステージ上でネタに走るのはちょっと私じゃないなって思って、まあやるしかないかなっていう。うん、誰もありがとうございます。そう、それでだからといってなんか中途半端にやるのもちょっと最低だなって思って、マジでもうやみ倒しながら頑張りました。はい、罰ゲームの顔メガネと萌えキュンゼルフの二択ならどっち。え、絶対メガネでしょ。絶対メガネでしょ。萌えゼリフに負けるものなんてないです、私にとって。はい、変顔とかだったら嫌だけど、変顔とかだったら嫌だけど、全然その顔メガネだったら余裕でメガネ。タコありがとうございます。しかも昼夜あったっていうのがまた病み倒しだったんですよね。あ、昼終わったと思いきやまた夜も萌えゼリフしなきゃいけないという事実を思い出し泣きました。こんにちは。本当に萌えゼリフ嫌なのね、マジで嫌だ、もう本当に嫌だ。涙が出るぐらい苦手です、萌えゼリフ。こんにちは。頑張ったね、ありがとう。ありがとう。こんにちは。嫌だったみたいだけど一番良かったし可愛かった。あー、ありがとう。萌えゼリフ楽しそうに見えるんよね。そう見せてるだけです、本当に。だっていやいややるなんて最低じゃない。だから笑顔でその中途半端にやらず、ちゃんとアイドルとして
頑張って無理してるだけですから。なんかそれで変な昨日萌えゼリフめっちゃノリノリやみたいな言われたけど、いや楽屋で泣いてたしみたいな。なんかもう楽屋でも泣くレベルで嫌だったっていうレベルだったんで、本当にそこは勘違いしないでほしい。マジで嫌。え、七子さんにイラって してないよ、してないよ。ファンの方ですよ、ファンの方に。なんかめっちゃノリノリでやってたやんみたいな。いやだから違うんですってっていう、今ね、そう今それを思ったの。そうメンバーに言われるのは全然いいですよ、あのステージ上で。それはもちろんさ、だってひなが楽屋であの嫌がってたのみんな知ってたから、一番それで嫌がってたのにって言われたのはいいんですけど、だから本当に違うんですっていうのを今ファンに知ってほしかったの。メンバーは分かってるから、そう。あれはもうそのネタで言ってるだけで、メンバーはね。そうそう。うんうん。本当に違うっていうことを伝えたかったの、ファンの方に。マジで嫌だった、もう本当に嫌んだ。重いセリフだけはやめてほしい。辛かったんですね。はい、辛かったです。辛かったですね、本当に。ありがとうございます。マジリフはアイドルに欠かせない要素。いや分かってる、そうなんですよ。だからちゃんとやったんです。そうだからこそちゃんとやったんです。嫌だったけど。そう。こんにちは。もちろんこれからも萌えゼリフをやらなきゃいけない機会があったとするけど、それはちゃんとやりますよ。でも楽しそうにやってるんじゃなくて、本当は苦手だよっていうことをみんなに知っててほしい。そう、めっちゃノリノリでやってたやんじゃなくて、ノリノリでやってたんじゃなくて、本当は苦手だけどやらなきゃいけないから頑張ってやったんだよ、中途半端にしたくないからっていうのを知ってください、ぜひ。そう。でも本当に結構アイドルしてる中で一番でもないけど、結構苦手なことたくさんあるけど、萌えゼリフはマジで毎回やんじゃう。萌えゼリフでどれだけの人が救われるか。救われるんですか、本当に。こんにちは。うん、映画萌えゼリフ言ってたら心の中で頑張れって応援します、してください。本当にしてほしい。本当にね、萌えゼリフだけはいつまで経っても慣れないし苦手ですね。なんか、うん、こんにちは。レイボースターありがとうございます。
4年やってて慣れないならもう一緒になれなそうね。いや、慣れないでしょ、4年やってても。何年やっても慣れないと思うよ。てか、慣れる人なんているの、逆に。萌え台詞だよ。アイドルになったら絶対しないようなことですよ。普通にどんなにさ、どんなにこういうタイプのアイドルでもさ、萌え台詞めっちゃ好きなんて人絶対ないでしょ。いや、わかんないよ。キャラで、私萌え台詞やるの好きですって言ってるかもしれないけど、でも、みんなきっと頑張ってるだろうし、そういうキャラでやってるかもしれないけど、きっと努力してるんじゃない？そんななんか、慣れましたみたいな人は絶対ないと思うよ。うん。慣れるわけないじゃん。むしろ。慣れる人なんて一人もいないでしょ。きっと。いるんですか？萌え台詞に慣れとかあるんですか？みんな嫌でしょ。みんな嫌だって、萌え台詞は。もちろんアイドルだからやる機会はね、たくさんありますと思うんですけど、みんな、どのアイドルも慣れる人なんていないと思いますよ。みんな苦手だと思うし。こんにちは。慣れはないと思います、誰にも。萌え台詞だけは萌え台詞だけはもちろん得意不得意はあるかもしれないけどね。萌え台詞やるの大好きですはないと思います知らないけど少ないんじゃない、そんな人は。釣りが得意なアイドルはノリノリでやると思うって思うやん。でも実はすごくノリノリではないと思うよ、私は。なんていうの、頑張ってるんだと思う。ノリノリに見せてるけど、すごく頑張ってるんだと私は思います。すごいいい意味でね。努力すごい、きっとめっちゃ考えてるだろうし、めっちゃ好きって思ってやってるのかな、わかんないけど、頑張ってるんじゃないですか、皆さん。知らないけど知らないけどね、全く。得意不得意はあると思うけど。こんにちは。セリフの使い回しできないから大変そう。確かにめっちゃさ、萌え台詞やる機会ある人はさ、どうやって考えてんだろうね。何てか、萌え台詞って何なん、まずこの言葉が何って感じなんだけど。誰、萌え台詞っていう言葉作った人。そこだよね、そこから始まったんだよきっと。レンボーさん、ありがとうございます。ここから始まったんだよ、この物語は。
ちは。うんうん、いやメイド喫茶で絶対に働けない、絶対無理絶対無理、本当に絶対もう無理かもしれない本当に。こんにちは。セリフね。タコありがとうございます。萌えゼリフだって嫌だな嫌だなとか言って、いや、やるってなったらやっぱでもちゃんとやりますよ、それはもちろん。いや昨日だってやったよね私。え、どう？やったよね、ひな頑張ったよね、すごく嫌んだけどとても頑張ったよ私にしては頑張ったよ。うんうん。まあやるってなったら頑張るけど、まあやらないに越したことはない。やるってなったら頑張るけど、やらなくていいならやりたくない。みんなそうか、そんなでもまあかわいかった、ありがとうこんにちは。頑張っておりました、ありがとう。これからもやる機会が増えますように。やだ、本当にもうやる機会ありませんように本当に苦手なんです、本当に苦手なんです。頑張ったからノリノリに見えちゃったんだし、やりきって偉い、優しい優しいお風呂入るのとどっちがいいよ。いや、萌えゼリフの方が嫌でしょ萌えゼリフの方が嫌でしょ。お風呂入るのも嫌だけど断然萌えゼリフの方が苦手ですモエセリフだよ、みんな考えてみて、みんな、まあみんなはね、まあアイドルじゃないからやる機会は なかなかというかないかもしれないけど、もし自分が女の子でアイドルになって
もうゼリフやれって言ったらなんて言う？考えられる？やだーってなるでしょ。いや、わかんない、どうなんだろう。やだーってなりません？やってみないと、そのわーってなる気持ちわかんないとこもあるかもしんないけど、こんにちは。はい、タギフトありがとうございます。まずは文を考えてくれる AI が欲しい。いや、ほんとそれ、せめて文考えてほしい。せめて文考えてほしいな。まあ、言うのも嫌だけど、文を考えている自分も腹が立つ。だって悲しくなってくる、なんか怖い、なんかその萌え台詞を考えてる自分が怖い。自分にえって思う。自分に言えるよ。まあ、でも別にね、昨日あんま考えてなかったんだよね。なんかステージ出て萌え台詞やるってなって、みんなの見てから決めようと思って、みんながどれくらいやるかによってひなもレベルを決めようと思って、あんまり昨日考えてなくって、で、なんかそう。だからまあ昨日あんま考えてなかったんだけど、うん、でも確かにめっちゃ考えてたらうんってなるよな。でもひなのステージ上でのキャラ的にはちゃんとやらなきゃいけないって思ったの。そう、ひなも本当はなんか普通に話して終わりみたいに本当はしたいんだよ、ひなの理想はね。でも私のキャラ的にステージ上でいつもやってる私はちゃんとやらないとって思った。自分の立ち位置考えてて、いや、なんか楽屋でひなも本当に嫌だからネタにしようかなとか冗談で言ったの。そしたら寺ひなにも、いや、ヤヒラそんなキャラじゃないでしょって言われて、いや、それなと思って。本当に嫌だったからネタに逃げようかなとか思って、そう、めっちゃふざけていろんなことしてたのね、楽屋で。寺ひなにも全くひなが思ってたようなこと言われて、いや、マジでそうなんだよねって、いや、頑張りますって言って頑張った。そう、うんうん、で、楽屋でだったらどっちかというとそういうタイプじゃん、ネタタイプ、楽屋の私は。でもステージ上の私は違うの。そう、ネタ枠じゃないの、それ自分でも分かってんの。そう、だから、いや、本当にそうなんだよねと思って、こんにちは。
ネタに逃げるならどんな感じ、わかんない、なんか適当になんかテラヒマの前でいろいろなんかネタ披露してたけど覚えてないけど、とりあえず変顔してたってことだけは覚えてるとりあえず変顔してたってことだけは覚えてる。テラヒマに、え、じゃあ本当にその顔でやりなよって言われて、いや無理ですって思って無理ですってこんにちは そう、楽屋限定です私の変顔は楽屋限定です。空いたなぁ、なんかあの昼公演終わった後ショールームして、あのご褒美みたいなケーキもらったじゃないですか。で夜公演終わった後もあるって聞いてたんだけど、ちょっと予定があって早く出たのね。そしたらなんか夜公演はマカロンもらったみたいで、それがもうずっと昨日から頭から離れなくて、ひなの大好物のマカロンで、もう急いでたから早く出ちゃって、あの食べれなかったのでも本当に昨日からそれもう最悪と思ってマカロン大好きなのにそれをもらえなかったことを今ずっと悔やんでて、もうやみました、それでやみましたもうだから今本当になんか何でもやんじゃうの、なんか何を言われても涙が出ちゃうし、何を言われてもやんじゃって、最近もう怖いの、自分が怖い、何を言われても涙が出る自分が怖い。なんかこの間ね、何だったかな、そんなんで泣くことじゃないでしょっていう言葉で大泣きして、自分今どうしたんだろうって思ったもう今メンタルが薄すぎて、なんていうの、その今までだったらこのぐらい分厚かったとしたら、今はもうこんぐらいしかないの、そのここからここの境目が、なんていうの、正常からその闇の闇に入っちゃう境目が、今まではこんなに分厚かったとしたら今こんぐらいの1ミリの1ミリしかないの。だから別に薄いの、めっちゃ今、今ね、今だけだよ、今だけっていうかわかんない、もうこの7月この7月はとても薄くて今本当にうんうんやばいんですよね。だからなんか昨日もさ、やってなんか夜公演マカロンももらえなかったっていうその事実でめっちゃ病んでやばいの本当に今、怖いの自分が、もう本当にそれが忘れられなくて、マカロン食べたかったなって思ってそう
すぐメンタルが行き来できて、そうできちゃうんです。今だけね。いや、わかんない、多分8月も続くと思う。だからなんか本当に何を言われても今悲しくなっちゃって、そう本当になんか申し訳ない、なんか本当に申し訳ない、みんなにも。なんかだからショールームの発言もきっと最近ひなのショールームの発言おかしいと思う。みんなのこともしかしたら傷つけてるかもしれない。だから本当にそれは申し訳ないです。いや本当になんか自分が今おかしくなってて、自分もそう思うの。なんか自分じゃなくて本当の自分じゃないの今。本当にファンの方にちょっと言われただけでもうつらってなっちゃうし、そう本当にやばい。こんなに薄々メンタルで大丈夫なのか自分っていう、やばい。この間もなんか何だったっけな、なんかえそんなので泣くのみたいな、どうでもいいことを言われて大泣きして、何だったっけな、めっちゃ思い出したい。なんかちょっと今思うとおもろい、それで泣いた自分が。何だったっけな、なんかちょっとそこ邪魔になるからみたいな、ちょっとそこ邪魔になるからそっちにいてくれるみたいな、それ言われただけで、あひなもういらない人間なんだ、帰りますみたいな気持ちになった。大泣きして、そうなんかもう邪魔、その相手的にはそこ邪魔になるからっていう意味で言ってたんだと思うんだけど、もうひなはその言葉に対して、あ邪魔なんだ自分って思って、あ、邪魔なんですね私、はい帰りますみたいな気持ちになっちゃって、やば自分って思ったもん。そう。あ、邪魔なんですね、はい邪魔なんですか私、邪魔みたいな、もう邪魔っていう言葉がずっと心に来てて、邪魔みたいな。本当に辛かった。別に相手からしたらそこ邪魔になっちゃうから移動してっていう気持ちで言ったんだと思うんですよ。でもその時のメンタルがあまりにもやばすぎて、しかもその時めっちゃピークでメンタルやばかった、もう今にも泣きそうなぐらいここに涙腺があって、その言葉を言われた瞬間にピシューって涙が吹き出した。シャーって涙が吹き出して、一人で過呼吸になるぐらい大泣きして、涙拭いて戻ったけど本当に辛かった。もう邪魔っていう言葉がすごく心にきた。そう。ドラマありがとうございます。もう最近は泣くたびに過呼吸になっちゃって、なんか今まで普通に泣くときってぐらいだったんだけど、なんかそれを越すとさ過呼吸になっちゃうじゃん、みんな、私だけじゃなくてさ、めっちゃ泣いたときってさってんだ、なんかこう息できなくなるの分かります？そこにレベルに達するまで毎回泣いちゃって、だから最近泣くたびに毎回過呼吸になっちゃう。そう。ありがとうございます。いやでもひなもなんかそれにはめっちゃビビった、そこちょっと邪魔だからそっち移動してみたいな、その言葉にもあまりにも邪魔なんだ、いらないんだ私って思って、あ邪魔なんだって思って。本当
当に辛かった。全然そんなつもりで言われたわけじゃないんだろうけど、辛すぎてマジで大泣きしてね、ひなも分かってんの、そういうつもりで言われたわけじゃないのも分かってるんだけど、そう思っちゃってみたいな。本当に自分の情緒がこんな情緒に自分もなったことないから、初めてすぎてなんか自分の性格がおかしくなっちゃってるんじゃないかと思って、最近はちょっと本当にメンバーが隣にいてくれないと辛い。そう、うんうん、こんにちは。ギリギリメンタルすぎる。いや本当に怖いの、自分でもそんなのに今までなったことなかったから。だからなんか取り憑かれてるみたいで、なんかお化けに取り憑かれてるみたいで怖い、自分も怖い。うん、こんにちは。そう、だるまありがとうございます。気づいたら最近泣いてる。だからもう常に顔腫れてる常に顔腫れてる。もうだるまありがとうございますつらすぎて本当の今までの自分が戻ってきてくれるかもわからない。今までの自分、いやもう今も自分なんだけど、いや自分っていうその意識はちゃんとあるんですよ。ただちょっと言われただけで涙が出ちゃったりとか、なんか考えたら涙出ちゃったり、うん、うん、だからやっぱり一回旅行に行きたい何も思い出したくない。うん、旅行行きたいな。美味しいもの食べたい。何も考えずに旅だね。最高やん。もう何も考えずに旅したい。うんうん。いいな。どこ行ってみたいですか？うん、沖縄。日本だったら沖縄行ってみたい。そう、最近はこうやりたいことをやろうって、この間も言ったかもしれないけど、やりたいことをやる、やりたくて。挑戦したいことを挑戦したくて、そう、いろいろ考えてますうんうん。今ってディズニー普通にチケット取れますか？取れますよ、全然。当日は無理かもしれないけど、空いてれば
前日までなら取れるかな、多分。前日はどうかわかんない。でも全然数日前でも大丈夫だと思います。ありがとうございます。そう。やりたいことはすごいあるの。でも、って感じです。だから、やりたいことを、挑戦したいことをやるために。3期生アップされたけど、ひこちゃんは3期生で注目している子はいる？まあそうですね。いますね。てか、かわいい、めっちゃ。協力できることある？ひながすごく思ってるのは、ひなのことをずっと応援してほしい。ずっと応援してほしいです。信じてるよ。本当に本当だよ。みんな今言ったね。今言った人全員、ひながこれからどんなことしても応援してね。どんなことしてもっていうか、どんなことしてもっていうか。今言った人はもう言いましたからね。絶対だよ、絶対だよ。ハートありがとうございます。そう、励みながら応援してます。ありがとうございます。ありがとう。みなが、まあこれから、これからも、これから、まあこれからもっていうか、これからね、いろんなことに挑戦したりとか、わかんないけどね。わかんないけど、何を
まあ自分のこれからなんてどうなっていくかわかんないけど、うん、ずっとついてきてほしいです。こんにちは。これからのことなんて何もわかんないですけどね。わかんないけど、ずっと応援しててほしいなってすごく思います。うんうん。映画どんな挑戦をするのか楽しみにしてます。ありがとう。頑張ります。もう本当にひなはこうなんて言うんだろうな、こうなりたいとか、そのこうなりたいっていうのはひなの中でこうなりたいとかじゃなくて、ひながなんて言うんだろうな、ファンの方を含めてのこうなりたいっていうのがあるんですよ。ファンの方含めてのっていうか、ひながプライベートでこうなりたいとか、お仕事でひな一人に対してこうなりたいじゃなくって、ひながファンの方とこうなりたいみたいな、なんていうのファンの方にこういうのを見せたいとか、そういうファンの方にこういうこう、ファンの方にこういう自分を見せたいとかのがすごいあって、そうファンの方とこう なんていうのファン、なんていうの、ひな一人のこうなりたいももちろんこういうのなりたいっていうのあるんだけど、ファンの方にとっての私がこうなりたいみたいな伝わる？これそう、ファンの方、こういう私をファンの方に見てほしいとかがあるんです。あるんですっていうかそう、それを まあやっぱりなかなかね、できてないなっていう感じがすごいするのでしてるんですね。だからそれとかを叶えたいし、そうこんにちは、ハローハロー Thank you。 こういうのを見てほしい。だけど、そういう機会を用意してもらえないとか、まあそれはもちろんね、その難しいことだったりあるんですけど、そういうこととかもあるだろうから。まあね、そんな簡単に。こうしたいって言って叶うわけでもないとは思うんですけど、少しでもそのこうなりたいっていうひなの
気持ちを まあとにかくみんなにはちょっとひながこれから頑張るからずっと応援しててほしいなって思います。ずっとひなについてきてほしい。こんにちは。さっきコメントした人来てきたよ。絶対だよ。ひながさ、いや、わかんない。本当にこれからのことは誰にもわかんないけど、ひながどんなことをしても本当についてきてくれる？でも本当にこうやりたかったことがこうなかなかできていないなって自分はずっと思ってて、そう、それを叶えたいなってすごく思ってる。そう。でもそのためにはやっぱり本当に自分ももちろんすごく頑張るけど、みんながいないと叶えられない部分もあるかなってすごい思ってて、みんなと叶えたいなって思ってる。でもすごく努力しないとだし、みんなもね、もっともっと努力しないとだし、頑張りたいなって思ってます。こんにちは。そうそう。だからもうひながみんなに思ってることは、お願いしたいことは、もうずっとひなのことを好きでいてほしい。ずっとひなのことを好きでいてほしいし、応援してほしいし、ついてきてほしい。もうめちゃめちゃ頑張る、めちゃめちゃ頑張るし、なかなか頑張るし、こうもしね、本当にそれがひながやりたいって思ってたことができたとして、ちょっと日本語がおかしいな。
え、なんだなんだなんだできたとして、みんなをみんなに喜んでもらえたら、もらえることができたら、ひなもすごく幸せだなって思うので、そうだね。なんか皆さんには結構、まあ、ね、なかなかひながこういろんなものに選んでもらえなかったりして、こう悲しい思いとか辛い思いとか結構させちゃってる。部分あるかなって、なんか例えばフェスとかがあってそこにヤヒがいたらなとかよく言ってもらえるのとかすごく嬉しくて、そうだからね、いやまあ例だけどね、今のは例だけど、そうやってなんかそこにヤヒいたらなとか、この選抜なんでヤヒ入ってないんだとか言われるのすごい嬉しいですね。ありがとうございます。本当になんか悲しい辛い思いとかさし続けてしまってるなっていう感じすごいあって、みんなにそんな思いをさせ続けてたんですけど、そういう嬉しいご報告もできたらいいですね。なんかまあまあ、とにかくひながすごく思ってることはずっとひなについてきてほしい。マジでそう、ずっと応援してほしいなって思ってます。だがどんなことしても、どんなことってまあどんなしても、ハートありがとうございます。ことっていう言葉はちょっと合ってないかも。なんだろうな。
どんなことっていう言葉はちょっと違う。なんて言えばいいんだろうな。どんな、な、難しいな、言葉が。違うんだよな、どんな、まあ見てて、ひなのこと見ててっていうか、そう。どんなキャラ設定をしてもってこと。違うよ。まあまあでもそうかもしんないよ、もしかしたらね。そうかもしんない。ひなが明日からめちゃめちゃ違うキャラクターになったとしても、いやでもそういうことではないんですけど、そういうことではないんですけどね。はい、あとありがとうございます。もう本当にこうみんなにここで出会えたことは本当に奇跡だし、本当に出会えてよかったなって思ってます。すごくこれはマジでマジでマジでファンの方に出会えてよかったなってすごく思います。これからも大切にしていきたいなってすごく思ってます。だからずっとずっとついてきてほしいです。ハートありがとうございます。そうそう、みんなのことすごく大好きだから、みんなも、みんなのことをひなも喜ばせられるように頑張るから、ずっとひなのこと好きでいてほしい。はい、そんな感じです。ちょっとひなについてきてください。はい、ということで、ちょっと時間が、こんな感じの時間になって、もう13時半、もう10で、お腹も空いたので
そろそろ終わりにしたいなと思います。ランキング読みたいと思います。いきます。13位、イチローバイナウさん、ありがとうございます。12位、ティンバデラさん、ありがとうございます。11位、イチローバイさん、ありがとうございます。10位、イチローナウバイさん、ありがとうございます。9位、ダトちゃんさん、ありがとうございます。8位、ウッチーさん、ありがとうございます。7位、マシオさん、ありがとうございます。6位、ARKさん、ありがとうございます。5位、ヤッキーさん、ありがとうございます。4位、ニックタンさん、ありがとうございます。3位、ナカさん、ありがとうございます。2位、ケンワンさん、ありがとうございます。1位、アンドゥさん、ありがとうございます。はい、ということで皆さん、長い時間ありがとうございました。ありがとうございます。今ね、ちょっと、まあ、さっきも言った通り、もう薄メンタルなのでちょっとなんか最近ね、疲変だなってちょっとみんな思ってると思うんだけど、あの本当にご心配をおかけしてすいません。元の自分にちょっととりあえず美味しいもの食べれば一回は一回考えられるんで、ちょっとお昼ご飯美味しいの食べてサイン書き頑張りたいと思います。はい、サイン書き頑張ります。また夜に配信します。ありがとうございました。午後も頑張りましょう。ありがとうございました。またね。ありがとうございました。またね。バイバイ。